はい、ダンタです。ですね、これの仕掛けというのが簡単に言えば、将棋なんですよね。だって、角だと斜めのみ移動、飛車だと上と右っていう形になるんで、まあ、まず飛車開けてみましょう。まあ、こんな感じですね。で、これでいくと、これでは動けないということで、飛車ではないと。一回出ましょう。で、まず行かないといけないのが多分これじゃねえかなと思われます。ほんで、こうかな。で、あそこの、前の飛車に行ってしまうと死んでしまうので、楓が、ほら、もうなんだこれ。これ長くなりそうだな、これ。これ強制的に前しか進めないんだな。だったら一個ずつ、慎重に行った方がいいかもしれないですね。そんなに多分難しくないと思う。夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。もうこれ何回見てんだろう。4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。うん、様之助、一緒に出る方法を探しましょう。うん、はい、もう分かってます。ね、ここを開けて、ここ開けると、楓だけクリアしてもいくんだね。はいはいはい。まずここ開けましょう。次帰るとここを開ける。開けないんだ。ていくと、これは積んでますね。これも積みですね。あ、これ配置変わんの？変わんねえ。
で、受けた。ここは何の部屋かしら。やっと進めた。サマノスケ、どうなってるの？サマノスケ、閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない？マジで。サマノスケ、待ってて、すぐ助けるわ。ああ、そういうことね。無理だろう。戻れんのかい。あるやろ。もうこれ無理や。もうふざけんな、お前。いやー、ふざけ中。サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、ということだね、戦で両親も殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったの。難しいんだ、また。
雪姫はクリアできたら夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上と慕うようになった。